こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。今日はサムヤンのティルトシフトレンズ、サムヤン 24mmF3.5EDASUMC、 このレンズを題材にティルトシフトレンズについてお話をしていきます。今日はこのレンズの動きについて動画で実際にご覧いただけるように撮っていきたいと思います。今日の被写体はこの階段、この階段を使って高さの見え方の変化、あるいはピントの合い方の変化をご覧いただきます。はい、まずは上下方向にシフトを変化させていきます。ロックを緩めてこの方に、上の方向に向けてとこうなるわけですが、実際はこれで構図が変わってしまいますから、こう変化されるんですね。この状態と先ほどのもう一遍中間位置に戻しますと、こう中間位置に戻ってこうですね。はい、ではシフトの動作を実際中のカメラで見るとどうなるかというのもやってみたいと思います。これでロックを緩めてまず上方向にシフトをしていきます。空がいっぱい入ってますけど、実際はこれで構造を戻すとこうなるわけですね。階段の長さが変わったというのがわかるでしょうか。シフトの動き、今度は下方向に動かしてみます。ロックを緩めてこう下に動かすわけですね。で、実際は構図がこれでずれますから、カメラの向きを変えてこのように調整をしていきます。はい、今の動きを動画でまたご覧いただきます。ロックを緩めてシフトを下に下げていくわけですね。そうすると構図がずれますから、ずれた分を雲台で調整をするとこのように構図が変化します。まあ、階段の長さとか見え方が変わっているというはずなんですが、いかがでしょうか。続いてティルトの動きも解説をしていきます。ロック、この下にあるロックを緩めて上のつまみを緩めると、回すという感じですね。これで 8.5 度、今左に後軸が向いています。では動画でこのティルトの動きをご覧いただきましょう。左の方向にカメラを動かしていきます。このような動きです。反対側に、右側にシフトをしていきます。今日は動画を使って実際のレンズの動き、そしてそれによって起こる画像の変化というのをご覧いただきました。次回はさらなる別の動きを解説していきます。